覚えがありますか。覚えしかないです。覚えしかない。最高のとこ来たね。やっぱり最高でしたか。もうこの景色がうまいもん。あ、うまいんだ。うまいこの景色が。うまいものを食った時に見た景色だから、これを見たらもう記憶に結びついてる。出すぐらいラーメン屋さんでしょ。富山ってこんなに渋いんだね。というかもううまそうな店がある雰囲気出てるもん、ね、そうそうなんです。ロコスタで、うん、カニの会の前にですね、はい、そうラーメン屋さんに行ってましたね。いたそこのラーメンがヤバすぎて、そうヤバそすぎたんですよ、うん、行きましょう。はい、タケルさん演出めちゃくちゃすごくて、はいはいはい、こっちで用意したタイミングとか全部俺今失ってるんですよ。どういうことどういうこと、タイミング失ってるって。オープニングとかで渡そうと思ってたものとか、うん、何ですか。美写掛以外にあるの。だから岩津さんもある程度ロケの筋道立てたのを考えてきてたけど、タケルも考えてきてるから、うん、そっちで行ってるから岩津さんのが出せてないんだ。岩津演出が。ちょっと岩津演出見たいな。まあプレゼントなんですけど。マジですか。またどんだけプレゼント小出しにしてくる。いやないやん、いろはに千鳥の時ないやん。何ですか。ちょっと喜んでいただけ、さっきもありがとうございます。あげたやん。ありがとうございます。さっきね、美写掛けもらいましたから。何これ、どんだけプレゼント。なんだこれ。これは違うな。これは違うな、うん、これは変な演出してきた。引き寄せてってんな自分に。これは違うぞ。うわこれは違う。うわ、いろはにいろはに千鳥来たじゃんや。そうですよ。うわ第5カラーの。よく覚えてる。なんでもうノブは私服なのに俺だけ大吾さんで隠してるの。そりゃそうやろ。これはそりゃそうですか。脱いでコートはでも、これは私の、自分のブランドのコートなんです。そう見た、その YouTube も見たけど、はい、ダメですか。もうやめてください。ちょっと待ってくれよ。これじゃないとやって。うわいいいいいいわ。なんかうわーなんか値打ち出たな。ねえ、世界一生地安いやろ。本当だ。形だけジャンバーで。何に全く高くはないんだ。そうすごテロンテロンなやつ。タケルここよ。うわめちゃくちゃいい匂いする。今回佐藤健と千鳥ノブが訪れたのは、千鳥のロコスタでお世話になった行列のできるラーメン店とんじんちさん。うわー来た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 。うわお楽しみだな。白醤油、ひみさん、煮干し。あ、黒醤油もあるぞ、3つあるぞ。俺でもやっぱね、煮干しが食べたい。あいいね。やっぱ煮干しがすごそうだった。お待たせしました。大将。いきなり。本当行きますか。いい。大丈夫。ぜひ。あ、富山ちょっと舐めてたな。こんなおしゃれなラーメン屋があるんだ。いやそうなんすよ。とんじんちさん、でも普通昼入れないのよ。もう行列で。ほう。今日は本当ありがとうございます。おめでとうございます。最高です。幸せです。ありがとうございます。はい。バイ。うわー、うれしい。くぅー。いや、早いって。すごいな、大将。うん、まっ。まあ、すいません、大将。うん、まっ。いや、どうする。でもこれやっぱ赤線がおすすめですか。そうです、はい。これ俺らどう食べるか。正直結論俺は両方行きたい。いやまだ夜がありますね。両方行きたいんだよ。ちょっと待ってください。やっぱ最初は煮干し行って、煮干し行って、はい、ここ何しろ。だから煮干しやって、煮干しやって、1白醤油、はい、でそれを2人で分けます、はい、煮干し気ぃつけよ。何を。魚口に入れる。
煮干し束にして直で入れてるぐらい煮干し。そうなんだ。めちゃめちゃうまい。煮干しラーメンの具材。いやー、別で来るスタイル。別で来るスタイル。あれもう麺上がります？もうすぐ上がる。 OK、 ちょっと俺おしっこ行ってこう。ごめんごめん。シャンパンうま。はい、いやでも武田さんは結構究極の選択ですよ今日これ。どういうこと？煮干しと白醤油。その今白醤油を2人で1でいこうとしてるじゃないですか、うん、足りるか。違う違う、すすった時に。分かるけど、なんで俺に2杯ちゃんと丸々食わせようとしてるの？でもこの後のカニに取っとかせようってないの？いや、ありますよ、もちろんカニも全部いってほしいですけど、そんなもうそうそう今の状況もあるし、ここに来れることなんかないじゃないですか。確かに。それで食べて後悔するか、行ったれってなるかですよ。食わせようとして。うわぁ来た。お待たせしました。ラーメン史上一番かっこいい出し方。これやばくない？来た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 。ちょっといただきます。で、一口飲んでみてください。いただきます。じゃあ武さんどうぞ。ちょっとマジでやばい、匂いの時点やばいよ、ね、すごいな。おしゃれおしゃれ。大将。いやー大将すごい。めちゃくちゃ煮干しなんだけど超上品。そう、ちゃんと超煮干し。いただきます、うん、麺食べていいですか？どうぞ。マジでスープやばいね。この麺でいいのよ。ぐしゃぐしゃにしてるよ。だからさっき整えたやつ全部台無しにしてるよ。うわでもマジですごいわ、うん、いや天才ですよ。いやいやマジですごいわ。ちゃんとスープが絡むし、麺も麺めちゃくちゃうまいよな。うまいし、この麺うわうまうまうわうまうわ、えぐいわ、ね、それもちょっとレンゲにスープと一緒に口の中入れると美味しいの。だし巻きみたいな感じで卵ね、はい、卵。やばいやつや。やばいやつや。やばいやつや。うーん。じゃないの。うまみがぎゅうぎゅう。一番ぎゅうぎゅうかも。どんぐらい？インドの電車ぐらい。ぎゅうぎゅう。ぎゅうぎゅうだ。なあ、上に乗ってるから。上に乗ってる。ミシュランの星取ってるんですか？星じゃなくて、ビブグルマン、ね、ビブグルマンっていう、ラーメン屋さんって確か、あんまり、そう、そっちの方になるんですね。そうです。いやていうか、やっぱ、普段東京に住んでますから、はい、わかんないですけど、全国各地に美味しいお店は あるんだね、やっぱ。そう、あるのよ。東京にだけレベルが高いってね、思いがちやけど、なんならよね。なんなら東京よりよ、うん、なんなら煮干しラーメンで言うと、うん、うめえ。麺も柔らかいっすね。柔らかいんだ。お客さんがそう感じてくれるように、はい、うん、うわ食べちゃう、やばい、食べちゃう食べちゃう。だから武田さん、さっきの議題に戻りますけど、うん、どうするかっていう話ですね、はい。白醤油よ。だから食べさせようとしてくれる。食べ、でも、うん、これでフィニッシュでもいいぐらいではいいぐらいやろ。それは一人前ですから、ね、一人前からな。全然お腹的にはいいぐらいですよ。そうやね、そうやね。でもまた白もなんか綺麗な感じなんで。食べてほしい。これは女性が多分喜ぶような透明感なんで。なるほど、そうでしたっけ。はい、白醤油2つください。はい、2つ。おいおい、馬車食えるんだぜ。食える食える。お前すごい、じゃめっちゃ食うんすよ、こんなスリムなのに。
いやもうてかなんなら一杯のボリュームちゃんとある方だよね。ある方ある方ある方よ。東京に比べてある方だよ。ある方なのになんで食うねん麺もちゃんとしてるし、うん、やべえ、マジで食っちゃう。うわーやばいな。うーん、白1ずついったか。うわ、海苔うまっ。マジで。海苔うまっ。海苔もまた違うラーメンになるね。なるね。ね、海苔入れると。やばいわ。俺お金持ちになったらロコスタで行ったとこ全部回ってやると思う。かわいい夢、かわいい夢。ちょっとタケル YouTube で叶えてあげてくれよ。お金持ちになったらって言ってんのよ。お金持ちになったらロコスタで自分がブッキングした店。俺お金持ちになったら、うん、イロハニチドリのスポンサーになろう。嬉しいわ。じゃあ一生終わらんやん。もうタケルが出してくれるからスポンサーになりたい。ご覧のスポンサーで佐藤タケル。もう一杯ラーメン食うすっごいね、ほんまに。もう欲を満たしていくなぁ。いやでも冷静に2杯食わんほうが絶対いいって。そうなの。カニがあるんだもん。だお待たせ。うわぁ、うわ、器が違う。これ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 。うわぁ、こっちの方がね、ちょっと油多いな。うわ、全然違う。白スープ白どいやろ。スープもチャーシューも白。そう、これは全然違う。白シューもらうと思うわ俺。確か、はあ、うおボディーされたんか。ボディー入れられたんだ。シチュー、もうなるほど。シチューぐらい優しい。うわやな。なんかその家庭の味がしない、うん、その温かみの、はい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 、あるシチューの味が優しいわ。優しい、母ちゃんの味がする、うん、うわ、うわすげえ。大将すごいわ。これはおじいちゃんおばあちゃん喜ぶラーメンですね、うん、うめぇ、うん、うわ、うまぁ、やばでもね、決して味が薄いわけではない。じゃないのよ、濃いよな。味がちゃんと濃いんだ。そう、めっちゃ濃い。味はちゃんとするんだけど、すげぇ優しい、うん、うわ、チャーシューやばチャーシューうまっ。うん、うん、え、もう麺に味ついてるんですか。いや、ついてないです。すごいですね、辛みが。よくその絡むというのもうこの麺でも十分絡むんで、はい、麺がちゃんとすごい味がする、うん、そうするよね。なんでやばい、どんどん食えてるやばいって、止まらんって手が勝手に動かんやん。オートマジック。オートマジック。熱いから脱ぐ。ダサいから、ダサいからね。熱いから脱ぐ。確かに俺もや。ホワイトペッパーはいらないですか。これはあの白醤油にホワイトペッパー入れると美味しいです。チャーシューやばい。チャーシュー激うま。さっきと全然違うじゃないですか。全然違う、全然違う。チャーシュー、これは油が溶けると多分美味しいんです。チャーシューの油が入んないようにしてるの、はい、うまチャーシュー。チャーシューやばいのよ。これもうほんとホワイトペッパーがめちゃめちゃ合いますから。ホワイトペッパーがめちゃめちゃ合うんですか。めちゃめちゃ合う。ち
ると昔はガリガリされるの腹立った場合もあったんですけど。あ急にイタリアンだ。イタリアンだ。うま。すごい口の中で白醤油と胡椒がずっと一緒にいる。ずっと一緒にいるの。一番ずっと一緒にいるんちゃうかな。どのくらい？玉置浩二と青田のり子。ずっと一緒にいる。ずっと一緒にいるね。ドキュメンタリー見たら絶対いるやろ。隣に。いやそんなことよりも、うん、もうお腹がいっぱいですね。もう今マックスけど、そりゃそうよ、そりゃそうよ、そりゃそうよね。今はもうだってラーメン2杯食ってるギャル曽根がやるやつや。ご飯あのちょっとだけ食べていただきたい。何が白飯、白飯にその氷見牛の味噌を乗せて。何を言うてんの。それをこのスープかけて食うともう最高に上がります。人の話聞いてる。お腹いっぱいだよって言いましたよ。言うやいないや、ご飯あの本当に一口サイズで。いやいやいや、でもそのご飯は正直食べたいです、うん、いただきます。失礼します。飯が来た。ちょっと欲しいぐらいの量。美味しそう。味噌の、はい、これ最高よ。これはだからもうあれですか、こんな感じにしてガツンといって、はい、これでスープにつける感じでいいですか。でいいですね、はい。最高、そうそう、最高。これでこうです。これでこうです。いただきます。あ、すごい。今日一番うまい。まさかの米の店や。米が一番うまいか。米の店や。うまラーメンじゃないんかい。あうまい。うまい。でマジで思うけどさ、うん、そのラーメンのスープって、うんうん、ラーメン用に作るから、うんうん、ラーメンでしか食べれないじゃん。そうね。でも実はラーメンのスープは米と一番合う。わかる。あうまっ。だったら子供の頃あのインスタントラーメンに最後スープに飯入れたらめっちゃうまかったもん。そうそうそう、めっちゃうまいよこれ、うん、なんでこれ出さないのこれみんな。ああもうやめてくれ。もううまいのやめてくれ。腹いっぱいなんですよ。で、あの食事はもうお出ししないんで、今度は白ワインの。もうやめてくれ。もうこれ以上うまいのやめてくれ。ちょっとだけですよ。武田さん今日決めますから。ちょっとやらせてください。おいカニいかんやろ。カニいかん顔になってきてるよ。白やらせてください。白やろう。いやでももう見ただけでわかるね。これはうまいよ。うまいやつ。今日は本当にありがとうございます。うわーうまい。うわーうまい。これすげえうまいね。飲みやすいね。うわーうまい。富山うまい。富山すごい。富山すごい。あーもう酔っ払ってきてよく分かんなくなってる。カニも全然食える気がしない。こんなお腹いっぱいでも今回はちょっと重めで。やめてくれ。チャーシュー持ってきたの。うわ超美味しそう。でもえさっき僕ら食べたチャーシューですか。そうです、はい。やばこれをでお客さんに端っこ提供できないんで、うん、あの一番最後並んでくれた方とかそういう人にあのサービス。あげてるんですか。これだから普段お店で出せない部分。あそうなんです。へえ、はい、でもそれがうまかったりするから。そうそう絶対うまいよ。こんなん何したらいいんですか。持って帰って。これはもうサラダに。サラダ。逆に肉サラダ。肉サラダ。いやー最高でした。はあ、もう止まらない。もう止めとけ。もう分かったから、もう分かった、ここが美味しいのは分かったから止めとけ。次やるから。
白も白でか。エッチだね。君エッチだね。のかみさん。だね。次回富山極上ズワイガニ編お楽しみに。